ワンピース一番くじ。ワンピース一番くじ百巻記念ヤマトです。今日はこのフィギュアを紹介したいと思います。漫画に似てるよね。ギャーン、こんな感じ。はい、今日はこのヤマトのフィギュアを僕がレビューしていきます。はい、僕はおもちゃが大好きなマヤグルマン、新横浜アズマドイズカフェという喫茶店からお送りしています。早速開封レビュー。やあ、まあ、こんな感じ。かっこいいですね。ヤマトっていうはカイトっていう四皇の大海賊の息子、先週なんとアニメの吹き替えのキャラが決まりました。漫画と似てる。はい、なんと開けるとこんな感じです。こうやって組み立てていきます。声優さんは鬼滅の刃の胡蝶しのぶ役の早見沙織さんがやっています。それでは、フィギュア3、2、1、やだー。じゃーん、どうですか。かっこいいですね。さて、ここからはおもちゃのおじさんがナレーション答え。はい、どうも、新横浜遊び場トイズカフェの店長のおもちゃのおじさんです。いよいよですね、ワンピースが100巻発売されたということで、なんとヤマトもキャラクターもいよいよテレビアニメにも登場しました。それを記念にして一番くじにもなんとフィギュア化、最速で、カイドウの息子と呼ばれていましたが実は女性という、とっても素晴らしいクオリティのフィギュアが早速登場です。どこか、おでん様にも似ているこの衣装、おでんに憧れているんですね。はい、ゾーン系の犬の実を食べた、まさに最強の女性ヤマトです。とってもクオリティが素晴らしい。ワンピース一番くじで中でも最も最大に細かく繊細に小さいけれどもできてる。特に後ろ姿が本当に素晴らしいんですよね。はい、鬼ヶ島に行く鬼棒、桃太郎とかにも出てくるこの鬼の金棒、そして髪型、素晴らしいですね。そしてこのリボンみたいなものもよくできています。はい、ということでおもちゃのおじさんがワンピース100巻記念ラストマン賞ヤマトのフィギュアを、解説少ししました。それでは最後にマユクマンにお返しします。おもちゃ大好きなクマさんです。以上、ヤマトのフィギュアでした。またねー。